ヤンカロル・ホトキエビチ、ポーランド語、ヤンカロル・チャート・キックス・ベラルーシ語、リバース、ヤン・カール・チャド・キビッチ・リトアニア語、ジョナス・キャロリス・チャード・ケビシャス、1560年頃から1621年9月24日は、ポーランド・リトアニア共和国のヘトマン。1601年より、リトアニア・ヤセン・エ、トマン。1605年より、リトアニア・ダイ・エトマン。 17世紀初頭のスウェーデン・ポーランド戦争における、ポーランド軍で結出した軍人とされる。モルダビア・マグナート戦争、スウェーデン・ポーランド戦争、ロシア・ポーランド戦争、ポーランド・オスマン戦争において、彼は、共和国の最高司令官として活躍した。彼の最大の勝利である1605年の、キルクホルムの戦いでは、自軍の3倍に上るスウェーデン軍を撃破した。 1621年、オスマン帝国との間で戦われたホトインの戦いで、最前線を守り抜く最中に病没した。伝統的なマグナートの衣装をまとった、ホットキエビチ1560年頃、ビリニュースの上主で、リトアニアの大元水安ヒエロニモビチホトキエビチと、ポーランドのマグナートズボロフスキ家の娘との間に、生まれる。正確な出生日はわかっていない。 1573年からビリニス大学で学び、1586年から1589年にかけて弟のアレクサンドルと共にインゴルシュタット大学へ留学した。その後パドバを訪問し、1590年に帰国した。共和国に戻ってすぐ、ホトキエビチは50人から100人のロタの長となり、野戦へ、トマンのスタニスは不十キエフスキの元について、 セベルインナルイバーイコヒキール、コサック反乱鎮圧に参加し軍務経験を積んだ。ホトキエビチは1596年4月14日のカニウフの戦いや、ルブヌイ付近でのコサックのターボル人包囲に参加した。1599年、ジェマイティア広告のスタロスタに任命された。モルダビアマグナート戦争では、最小で王官領大へ、トマンのヤンザモイスキをして、 ワラキアに侵攻し、1600年10月15日のプロイエシュティの戦いに参加した。この功績により、同年リトアニア軍のナンバー2である、リトアニア野戦エトマンに任命された。オーヘトマン、ホトキエビチ翌1601年、スウェーデン・ポーランド戦争が始まると、ヤンザ・モイスキについて、リボニア公国へ侵攻。国にの戦いでは、リトアニア軍を率いて、 共和国軍の右翼を担い勝利を収めた。1602年にザモイスキが療養のため、ポーランドに帰国すると、リボニア戦線を任せられ、1603年4月にドルパットを占領し、ザモイスキ不在に乗じて、攻勢を仕掛けてきたスウェーデン軍を9月23日のベイゼンシュテーンの戦いで破った。そして1605年9月27日、 ダウガバ川岸で行われたキルホルムの戦いで、ホトキエビチ率いる共和国組4000人は3倍のスウェーデン軍に干渉、彼の名声を不動のものとした。この快挙に対し、ホトキエビチの下には、ローマ教皇パウルス5世、さらにはオスマン帝国のスルタンアフメト1世やサファビー朝のアッパース1世からも、称賛の書簡が届けられた。またこの戦いの直後、 ホトキエビチは、リトアニア大へ、トマンの地位を与えられた。しかし、共和国の政務は、内部対立によって、軍事予算の調達に失敗、キルホルムの戦いの戦果を不意にしてしまった。マグナートが国王派と、反国王派に分かれる中で、ホトキエビチは、国王ジグムーンと賛成側の派閥に残り、1606年から1607年にかけて、 ゼブジードフスキの反乱の鎮圧に当たった。1607年7月6日から7日にかけてのグズフの戦いでは国王軍の右翼を率いて勝利した後、リトアニア大公国のヤヌシュラジビウの鎮圧に当たった。ヤヌシュラジビウは1608年に国王との交渉の末期準した。1609年にスウェーデンがリボニアに再侵攻するとホトキエビチも北方戦線に戻り、 リガを解放して、パルヌを再占領した。さらには、小艦船を急増して、バルト海に進出し、サリスの海戦で、スウェーデン海軍を破るにまで至った。ヤンカロルホトキエベチ1605年、共和国は、ニセドミトリー一世を擁立して、ドーラン時代のロシアツァーリ国に介入、ロシアポーランド戦争が勃発した。しかし、リトアニアのマグナートには、この戦争は不評で、 特にホトキエビチは、公然とジグムーンと賛成への不満を示し、しばらく王家に忠誠を示すのを拒否するほどであった。最終的にはこのマグナートと国王の対立は収まり、ホトキエビチは、スモレンスク・プスコフ方面の司令官として、ロシアに侵攻した。共和国軍は立ち待ちにして、スモレンスク占領などの勝利を収め、スタニスワフ・ジューキエフスキラは、 ポーランドリトアニアモスクワ共和国の創設を夢見たほどであった。ジグムンと三世はホトキエビチにモスクワ侵攻を命じたが、政務が軍費の供給要請を何度も無視したため、一部の部隊が反乱を起こした。そうした本国とのすれ違いもあり、ホトキエビチは勝利を重ねたものの決定的な成果を得ることができず、1611年の秋に撤退した。 失望したホトキエビチは、再び国王と疎遠になり、1613年の政務では自らこの戦争を批判した。1613年から1615年にかけては、共和国が獲得したスモレンスク地域の防衛に努め、リトアニアの沈部に当たった。1617年、王子ブ・ワディスワフが、ロシアのツアーリとして、ミハイル・ロマノフを排除するべくロシア遠征を行うと、 ホトキエビチも事実上の司令官として従い、1617年10月11日にドロゴブージンの要塞を落とした。しかし1618年12月のモジャイスク行為は不成功に終わり、これを最後にロシアとの戦争は終わった。ホトインの戦いでのホトキエビチポーランドロシア戦争は1618年のデウリノの和訳で終結した。しかし、オスマン帝国の動きが、 活発化していたことから、ホトキエビチは、和訳成立以前から数千の軍勢を、南方の国境に回していた。1620年ポーランドオスマン戦争が、勃発したが、共和国軍は、絶オラの戦いで、王冠領代へ、トマンであったスタニスワフ・ジューキエフスキを失う惨敗を、喫した。オスマン2世自ら率いる16万人のオスマン軍と6万人のタタール人が、 ポーランド国境を越えた。対するポーランドリトアニア共和国は、およそ7万人に過ぎず、うち、約半数は、ヘイチマンのペトロコナシエビチ・サハイダーチヌイ率いるコサックだった。ホトキエビチは1621年9月に、ドニエプル川を越え、ホトイン要塞に入場して、オスマン軍の前に立ち塞がった。このホトインの戦いで、 ホトキエビチは1ヶ月にわたって20万のオスマン軍の攻撃を耐え続けたが、開戦時から病にかかっていたホトキエビチは24日に要塞の中で死去した。その数日後、オスマン帝国はホトイン要塞攻略を諦め、和平交渉の開始を決断した。ホトキエビチの遺体はカーアムヤネジポジーリシクイに送られ、10月14日に埋葬された。 1622年6月、彼の未亡人によって、オストルフに改装された。1627年、オストルフに建設された、新たな教会へ改装された。1648年にフメルニツキーの乱が起こると、遺体は再び退避されたが、1654年に、元に戻された。1722年に、オストルフに、 新たな墓が作られ、そこに改装された。クレティンガのホトキエビチの記念碑1937年、ポーランドの歴史家バンダ・ドブロボルスカは、ポーランド人名時典のホトキエビチの孔で、彼の戦略家、司令官としての力量を評価して、偉大なヘトマンの時代の代表的な人物の一人に挙げている。さらに彼女は、ホトキエビチは、鉄の意志を持ち、 その指揮のもとに軍を従わせることができ、兵からは敬愛されるというよりも恐れ敬われていた、と評している。また彼は、精力的で、激しやすい性格で、落ち着いた性格の重機エへ不機とは、対照的であり、仏エビチはこの同時代の共和国に並び立つ、人物を生涯嫌いライバルと目していた、とも述べている。仏エビチは、共和国の政治に、 特段関与したわけではないが、その地位と富によって非常に大きな影響力を有していた。彼は自身の軍事計画承認や個人的な充足を得るためにリトアニアからの支持を基礎とした自身の影響力を行使した。彼の生涯はほとんど戦争に費やされた。最前線にいない時には政治の場で軍への支援とそのための税金確保を勝ち取るために ラジビウケなど、他のリトアニア貴族や政務の議員たちと戦っていた。花々しい軍歴の中で莫大な富を築いた、ホトキエビチは、教会などを数多く建てた。イエズス会と協力することが多く、1616 16年に、反宗教改革者の養成を目的とした、クラジェ学院が創設される時にも、資金援助をしている。ホトキエビチは、 共和国から領地を保証として与えられることを強く望んでいた。その一方で彼は共和国軍のためなら資材を惜しまなかった。彼は非常に尊大な人物だったとされ、リトアニア貴族であることを自らのアイデンティティとして強調していた。ホトキエビチの存命中、彼を称える詩などが制作され、またイエズス会誌のペオトルスカルガが彼のために、 宗教的な著作を検定している。ホトキエビチが死去した翌年には、彼に関する数多くの文学作品が表されている。バツワフ・ポトツキのホトイン遠征を主題とした、ジョジシア、ユリア・ムルスイン・ニエムツエビチやゾフィア・コス作手術からの作品にも登場する。多くの場合、彼は愛国者かつ、軍事の天才というイメージで描かれている。家族思いの人物でもあったが、 1593年に結婚したゾフィア・ミエレツカとの間の一人息子は1613年に16歳で死去し、ゾフィアも1618年に没死した。1620年11月、ホトキエビチはアンナ・ロイザ・オストロクスカと再婚したが、間もなく彼は最後の遠征に旅立ち、戦役中に病没することになった。この年、娘のアンナが、 リトアニアのルターハマグナーと、ヤンスタニツワフサピエハと結婚している。ありがとうございます。